はい、レザーツジョニーのニコです。こんにちは。今日はですね、レザークラフトをする時の道具あるじゃないですか。道具をなんか聞いてたら、なんかいろいろなんか買いすぎて余計なもんまで買ってしまって、結局高くついてるっていう話をよく聞くんで、今回僕がそうですね、もう15年ぐらいこの業界で見て制作いっぱいしてきたんですけど、その中でももうこの10年ぐらいはこんだけで作れてるよっていうセットを販売しようと思いまして、そっちの方が安くなるんで、よりすぐにしてるんで、そちらの方を僕がミンネベースで販売しようと思ってます。で、そちらのですね、道具の紹介をしようかなと思ってます。よろしくお願いします。で、まずはですね、ゴム板、こちらの黒い、これが15センチで22センチの、僕が使ってるのはもう一つ大きいんですけど、これぐらいのサイズで全然十分やと思うんですよ、最初の方は。で、これ消耗品なんで、穴開けたりしてるとやっぱりここボコボコボコになってくるんですよね。そうなるとやっぱ革に傷いったりするんで、これ消耗品なんで、僕で2年に1回ぐらい買い替えるん で、まあ頻度にもよりますけど 4,5 年を持つと思います。で、こちらが一つで、木槌、僕は太鼓って言うんですけど、この木槌、これは僕のやつなんですけど、これと全く同じものをもう一つついてます。こちらの方も一つんで、丸切りっていうのはね、まあこの千枚通しとも言われてますけど、これですね、これ何に使うかっていうと、穴開ける、糸針の穴を開けるんですけど、よくね、レザークラフトっていうと、ひしめ打ちっていうのあるじゃないですか。あれを使いはる人多いと思うんですけど、打ちはね、基本的にあんまりあれ使わないんですよね。で、あれ使うと結構ね、しっかりと、使い方学ばへんかったら、逆に汚くなるんですよ。で、こちらね、もう丸の穴ですけど、開けて縫っていく方が、意外に綺麗やったりするんですよ。なのでこれを一つつけてます。で、そうですね、襟落とし、これがね、革の業界でいうとちょっと珍しい道具ちゃいますかね。革のしか使わへんような、これ何かっていうと、革のこの、これ革とするじゃないですか、ここの部分、角の部分、ここの角をね、ギュイーンと薄く落としてくれるんですよ。削いでくれるんですよね。すると角がなくなるんで、だんだんとこの丸に近づいていくんですよ。で、角があるとどうしてもこうやって引っかかって、ここがめくれてきたりするんで、これを落とす道具一つで、もう一つこちら、これも革業界ならではの、ステッチンググルーバー。これはね、何かというと、革に好きな幅を決めて溝を掘っていって、そこに糸を入れ込んでいくと、革と糸がツラになるんで、擦れても切れないっていう、切れにくいっていう、その溝を掘る道具、ステッチンググルーバー、こちらも一つつけてます。で、そうですね、あと、コーンスリッカー、ちょっと革やった人やったら分かると思いますけど、革の商品を見るときって、やっぱりこの横の断面、革ってこうやって何枚か重ねていくじゃないですか。で、そこの断面が綺麗やと、やっぱりこの人うまいなとか思われたり、プロが見るところとか結構そこなんですよ。で、そこを綺麗にする、革の断面を綺麗にする道具、これいろんな幅があるんで、これ一番使いやすいんですよね。僕もずっとこれ使ってます。こっち側も使えますし、こういうところも、こちらも一つ、ほんでですね、糸と針、先ほどのこの切りで穴を開けて、それにこの糸を使って針で縫っていく。うちその糸もいろいろあって、麻糸とか綿糸とかあるじゃないですか。でね、ちょっとネイティブ寄りな作品作る人は、こういう合成刺繍って、刺繍ってもともとね、インディアンが取った牛とか動物をその服とかそんなにするときに、針は骨を削って作って、それを
アキレス腱で打てる、もともと一つのものが取れるんでより丈夫に長く、使えるみたいな、それを模造した糸です、合成針って。まあビニール糸なんですけどね、これ繊維が何本もあって、これを例えば糸目を細くしたいなと思ったら裂いて使う人もいます。ただ僕はそれにすると結局弱くなるんで意味がないなと思ってるんで、このまま使う。でもこのまま使うとね、針結構ね入らない形なんですよ、太いんで。でこの丸針っていうのはそのまま使えるんで、通るんでそのまま使えます。もうこの針が5本入りなんで、糸が18メートル、18メートルだったら結構ね何でも作れますよ、こちらの発展セットで。あとはそうですね、カッターナイフもこうなんとかいけばやっぱり自分の使いやすいやつとかあると思うんで、そちらをいろいろ試してもらって、自分の一本を見つけてもらった方がいいと思います。まあ僕はオルファの黒刃の焼き菜入ってるやつを使ってます、台の。でですね、あとはボンドなんですけど、ボンドはね、ボンドもいろいろあるんで、まあこれもこうなんで、僕もこうなんで買ってるんで、G7 みたいな、なんかそれのイエローとホワイトと無色とあって、僕はより月のいいイエローを使ってます。まあ、これイエローにするとやっぱりね、断面とかをきれいに進化してそのイエローが見えるんですよ。それが嫌な人は僕最初の方クリア使ってますよ。でそれの姉妹の仕方が分かってきたんで、より強いイエローにしました。やっぱりクリアの方はね、だんだんずっと使っていくと剥がれやすくなるんで、できたらまあまあイエローの方で勉強してもらった方がいいかなと思います。であとはね、コバを塗るクリームとか、意外にこんなもね水で良かったりするんで、そんなもいろいろ試しながら、いろんなものを自分に合ったものを探してもらった方がいいんちゃうかなと思ってます。でこれでですね、8800円で販売しようかなと思ってます、ミンネとかベースで。なのでこれを買えば基本的にうちのレザークラフトキットはもちろん作れますし、ご自身で革を買ってきて、それで何かその寸法、型紙って難しいですからね、型紙もその文房具屋さんとか行けば買えると思うんで、それでサイズ合わせて、うちとかいったらこの前オピネンのナイフケース作ったじゃないですか、あれの型紙はPDF でノートの方の有料記事で PDF で販売してます、500円かな。でそちらの方を買ってもらえると、そこから派生していろんなもの作れると思うんですよ。オピネンのやつってやっぱり厚みあるじゃないですか、ちょっとねその辺も細工してるんで、その辺の大体のコツみたいなの掴めたら結構幅広がると思います。作る厚みのあるもんってやっぱりペタッとしたもんやったらね作りやすいと思うんですけど、型紙でも厚みのあるもんっていうのはちょっとコツがいるんで、でそれのコツを一回試すためにオピネルナイフ持ってるんでしたら、オピネルナイフのその型紙一回買ってもらって、それでコツ掴んでもらったら嬉しいなと思ってます。でこれが8800円でミンネとかベースで近いうちに販売しますんで、ぜひそちらの方をご購入いただいて、ほんでレザークラフトを楽しんでもらえたら幸いかなと思ってます。ぜひよかったらレザークラフトセットよろしくお願いします。